カンシーは、椎骨のうち一番頭足にある骨、第一頸椎のこと。セルビックスの一番目のため、C1 と略して呼ばれる。本校では特に記さない限り、人のカンシーについて説明する。一番目の椎骨であり、第二頸椎である、軸 C と共に、頭蓋骨と脊椎をつなぐ関節を形成している。他の椎骨と異なり、カンシーと軸 C は、 関節可動域が非常に大きい。関心の特徴の一つは、衰退を持たないことである。関心の衰退は、第二期衰である、軸ーのそれと融合している。もう一つの特徴として、トゲ突起を持たない。関心は、リング上で、前後のアーチと、外側体と呼ばれる厚い部分から構成される。前弓は、関心全体の5分の1ほどの長さであり、前面は、 突型で中心には全結節があり、ここに首長筋と前立て靱帯が付着する。後面は大型で円、または楕円形の関節面があり、軸 C の歯突起と関節を形成する。また上円と下べりはそれぞれ全関 C 後頭膜及び全関軸人帯の付着部であり、それぞれを介して後頭骨及び軸 C と結合している。 後頭骨から第三頸椎までの正中四条断。人体の付着部が見える。後弓は、関心の前周のほぼ五分の二を占めており、外側階に始まり五結節に終わる。五結節は、トゲ突起の痕跡で、小高頭直筋を呼び、後人体が付着する。トゲ突起と異なり五結節が小さいために、関心と頭蓋骨の間での動きは制限されない。後弓の後面は、 上縁と後縁が丸みを帯びていて、後、関心口頭膜が付着する。一方は、との前の方には上縁に、溝がある。この溝は時に、上の積雪突起の後端から伸びた細い骨曲のアーチができて、穴になっていることがあり、これを椎骨動脈管という。椎骨動脈孔は、他の椎骨の上シーキレコンにあたり、横と口内を上行してきた椎骨動脈は、 外側階を取り巻くように屈曲し、あと内側に向かってこの溝を通り、脊柱管内に入る。後頭下神経もここを通る。よくある解剖学的変異として、前述の椎骨動脈管がある場合、ここを椎骨動脈が通る。あと弓の仮面、関節面のすぐ後方には2条の浅い溝があり、親しいキレコンという。また下縁には5貫軸人帯が付着して、 ジクシーと結合する。外側階は、カンシーの中で最も厚く硬い部分で、ここで頭部の重量を支える。左右それぞれの外側階とも、上の積雪面と下の積雪面を持つ。カンシーのリングの内部をシーコーという。上の積雪面の内側には、小さな結節があり、カンシー横靭体がそれに付着して、カンシーのリング内を横切って、シーコーを不均等に分割している。 カンシーの C 項は、脊髄が通るのに必要なサイズよりは、かなり大きく、そのためカンシーが横にずれてしまっても、脊髄を圧迫することがないようになっている。横突起は、外側階から、外側下方に大きく突き出しており、頭部を回旋させるための筋群が付着している。他の椎骨にある全結節と後結節は融合して、一階となり、横と穴は、下から見て、 上皇法に向かって開いている。関心には三つの国家中心がある関心は、普通三つの国家中心から国家が行われる。そのうち左右の外側界の国家中心は、大制七周頃に現れ、後方に発達する。ここからできた骨は、出生時にはまだ軟骨を挟んで隔たっており、融合していない。生後三歳から四歳にかけて、直接あるいは中間にある軟骨が骨化して融合する。 全弓もまた出生時には軟骨のままである。生後1年目の終わり頃に国家中心が現れ、6歳から8歳にかけて外側階と融合する。融合線は上の積雪面の前半部にあたる。全弓の国家中心が現れず、左右の外側階から骨が伸びて前弓が形成されることもある。また前弓の国家中心が左右2つに分かれていることもある。 カンシーの骨折はジェファーソン骨折と呼ばれる。ラテン語名のアトラスはギリシア神話で天空を支えたという巨人アトラースに由来する。頭蓋骨を支えていることからの連想である。昭和初期までは日本語でもアトラースを訳してはじめ息と呼ばれていた。1944年に日本解剖学会から発行された解剖学用語では国語愛語同盟からの影響もあって、 日本語におけるわかりやすさが重視されたため、臨場でありかつ追骨であることが容易に理解できるように、新しく、関心という用語が選定された。ありがとうございます。